はい、こんにちは、松岡です。今日もね、某中古店に行ってプラレールを買ってきました。ということで、某中古店で買ってきたプラレールを1個ずつ紹介していきたいと思います。今回も廃盤だね。廃盤車両でございます。まずはこちら、サンライズエクスプレスです。開封します。はい、こちらでございます。サンライズセット出雲で使われている285系かな。動力車見ると埃まみれ、てか中が埃まみれって珍しいね。クーラーの色とかが銀色なので割と新しめのね商品でございます。もう廃盤なんだよね。なのでまあ動くかどうかだけやってみましょうか。はい、はい、動きました。ギア割れしてない。あとちょっとね、ホコリまみれだから後で綺麗にしましょう。中間車と後尾車でございます。特に、ね、傷とかその破損とかが全然なくてめっちゃ綺麗な状態。あ、メイドインベトナムなんてほんとちょっと前まで発売してた感じですね。はい、大切にしていきたいと思います。はい、続いてこちら D233 系の中央線開封します。すごい悩んだんだよね。新メカじゃないから別にいいかと思ったんだけど、で結局買いました。はい、なんかね、ちょっと待って、さっきのサンライズもそうだけど、なんかね油っぽいとか、何これ、どういうこと。ベトってしてるわけじゃないんだけど、なんかベトベトする。後でちょっときれいに洗おう。はい、まずは先頭車からいきましょうか。これもなんか中ほこりまみれだね。まあいいや、やってみる。はい、動かない。あ、動いた。ギア割れはしてないね。動いた動いた、普通に動いたけど、なんか結構ベトッとしてる感じがするんで、後で綺麗に洗いましょう。連結器の割れとか破損はないね。こちら中間車と後尾車でございます。こちらシールの剥がれはありません。台車がちょっとだけ歪んでるか、ちょっとだけ台車歪んでる、なんか歪んでるね。まあこれぐらいならまあ問題ないでしょう。次はね、レアな方ですね。はい、ファスティックが売ってました。はい、開封します。はい、こちらでございます。ボロボロ、めっちゃボロボロだよ。はい、ゴムタイヤボロボロでございます。ただ連結器の破損がないので、見えるかな、はい、連結器の破損が一切ないので、まあまあ、あったよ、連結器破損してた普通に。これはまああのネジ外して取れると思うんで大丈夫だと思うんだけども、これさ、どうやった、あ、こう耳も出てくるので、まあ特に問題ないかなと思います。はい、ほら綺麗だね。あれ、ちょっと待って、ここの連結器違くね。なんだっけ、このもっともっこりしたやつで、もっこりって言い方変だけど、そのもっといかつい連結器だったはずなんだけども、まあ、なんか変わってしまったのか、なんか違うのか分かんないけど、まあまあいいか、動くかどうかだけやってみましょう。ちなみにこちら下から入れるタイプで、なおかつ単2電池なんですよ。まあ一応こういうさ、あのアダプター的なやつあるから単3でもいけるけども、これめんどくさいんだよね。はい、動く、あ、全然動くね。動くけども、ちょっとさ、これひどくない、このボコボコ。これ後で綺麗にしたいと思います。全体的にホコリまみれなんで、一回洗いましょうか。ファスティック360、セット品のみの販売でしたね。一瞬でなくなった気がします。後で綺麗にしましょう。最後、はい、こちらも廃盤になった桃太郎ですね。開封します。はい、こちらでございます。今は300番台がさ販売されてて、もうこれは廃盤になっちゃったんだけども、まあ、これもなんかさ、が手ベトベトするんだけど、これはなんで、あ、早い早い、あ、動く動く、全然動くんだけども、なんでだろうね。まあいいや、一回全部洗いましょう。という感じで今回も、このようにね、廃盤のプラレールがザクザク出てきたんで、あらっきーって思って買ってきてしまいました。はい、ということで今回もこれで以上でございます。こちらのプラレールは展示会とか、動画で使っていくんで、よろしくお願いいたします。ということで今回もこれで以上でございます。ご視聴ありがとうございます。